ルイス・ウォルター・アルバレズは、アメリカの物理学者、ノーベル物理学賞受賞者である。専門分野以外で恐竜の隕石衝突による絶滅説を提唱したことでも有名である。線形加速器の形式の一つ、アルバレガタリニアックにも名前を残している。祖父は、スペイン出身の医学者、ルイス・フェルナンデス・アルバレス。サンフランシスコ出身。1936年に、 シカゴ大学で PhD を取得した後、アーネスト・ローレンスの下で放射線研究所に勤務、電子捕獲の研究を行う。1930年代にアルバレズは、理論物理学者ブロッホと協力して、中性子磁気モーメントの測定に成功し、1940年に報告した。1943年から1944年には、マンハッタイ計画に参加し、 シカゴ大学とロスアラモス研究所で原子爆弾の爆縮レンズに使用する起爆電競線形ライターを開発した。1945年7月16日にアメリカ合衆国で行われた人類最初の核実験であるトリニティ実験では実験場から 40km ほど離れた上空の B-29 爆撃機から爆発威力を測定し観察した。 その時の2枚のスケッチを含む報告文が残されている。1945年8月6日の広島市への原子爆弾投下の際には観測機 B-29 グレートアーティストに登場し人類初の実戦での核兵器使用を目撃し爆発威力をラジオゾンデ3個を使って測定した。完成したラジオゾンデを囲んで撮影した写真がある。 テニアン基地への帰りの機場で4歳の息子、ウォルター宛に原爆投下についての手紙を書いた。後年、ウォルターはアメリカ合衆国の地質学者となった。8月9日の長崎市への原子爆弾投下の際には観測機 B-29 グレートアーティストには登場しなかった。しかし、長崎市上空で観測のために投下したラジオゾンデ3個に カリフォルニア大学の放射線研究所において同僚であり、当時の東京帝国大学教授、サガネ良吉にあて、核兵器の威力についてよく理解する物理学者であるサガネが日本国政府に幸福の働きかけをするように進める手紙を同封した。1968年、水素泡箱の利用による共鳴状態の発見など、素粒子物理学への貢献により、 ノーベル物理学賞を受賞した。1980年、地質学者である息子のウォルターと、白秋から第3期の境界の粘土層に含まれる、イリジウムの濃度が高いことを見出し、隕石衝突による大量絶滅の説を発表した。1987年、その他宇宙船と放電箱によるピラミッドの投資や、ジョンカイケネディ暗殺事件についての見解など、広い範囲の分野に、 好奇心を示した。1988年にがんのためバークレーで死去し、遺体はモントレー湾に散骨された。ありがとうございます。